ハルゼフェルトは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州のシュターデグイに、属すフレッケンで、ザムトゲマインでハルゼフェルトの本部所在地である。1104年から1648年まで、ここには、最も重要なベネディクト会修道院の一つである、ハルゼフェルト修道院があった。ハルゼフェルトは、ゲイストに位置する。 集落の北辺を、アウエ川が流れており、アウエ渓谷と呼ばれる谷を形成している。この町は、首ユである、ハルゼフェルト集落のほかイッセンドルフ、ホレンベック、ルシュベーデル、グリームスホルスト、バイセンフェルデの集落で構成されている。ハルゼフェルト修道院納骨墓地からの出土品は、ハルゼフェルト周辺地域に古くから定住者があった、ことを示している。 集落の起源は千年以上遡る。ティートマールフォン・メルゼブルクの年代記に、城の建設は969年と記述されている。この城は、シュターで白霊を樹立するまで、ウド年家の本拠地であった。この一族の衰退後、1104年に、ベネディクト修道会により、ハルゼフェルト修道院が設けられ、15世紀に建てられた、教会と共に利用された。 1546年、修道院と教会は、金銭トラブルから、メクレンブルク地方の騎士ペンツによって、ほぼ完全に破壊された。聖マリア・バルトロマイ教会は1648年に、等を有する、ネオゴシック様式で再建された。修道院の建物は、礎石がほぼ完全に発掘されており、催し物に利用されている。 フリードリヒフート図書館修道院の敷地の端に1740年に建設された旧役場も歴史上重要である。内部はフリードリヒフート図書館となっている。この図書館は1845年に文化公演家フリードヒリフートによって設立されたものである。この商人はハルゼフェルトで育ちロンドンで銀行家として莫大な富を得た人物である。 亡くなる直前に彼は何度も故郷を訪れ、ハルゼフェルト住民のための公共図書館設立を決心にした。この図書館の増書は、はじめ、約1000巻であったが、その後間もなく3000点に増加した。この図書館は現在でも下辺群で、最も設備の整った図書館の一つに数えられる。 多額の資材を投じた設立者の栄誉を称えて1998年に図書館前に等身大のブロンズ製郷像が設けられた。制作者は彫刻家のカルステン・エッガースである。ハースは小作戦後のホースイコール馬であり、従ってハースフェルドという名前は馬のいるの腹を意味するというのが定説であるが、ハースはハースイコールキビであるとする説もある。 ハルゼフェルトの長議会は29議席からなる。図柄、白地に向かって、左向きに跳ねる馬に乗り、黒い剣を振り上げた黒い騎士が描かれている。長部は青地に3つの金のバラ、底部は青地に2つの金のバラが配されている。ハルゼフェルトには基礎家庭学校が2校ある。ヤーン通りのハルゼフェルト実家学校は1970年に開校した。当時、 本家庭学校は、ローゼンボルン基礎家庭学校の近くにあった。その後、実家学校と本家庭学校は、組織上は別々なままや案通りの校舎を共有することとなった。2004、5年の学年度から、両社は、同じ学校の実家学部、本家庭学部という二つの学部という形に、統合された。縁都市庭園のハルゼフェルトギムナジウムは2004。 5年度から、当初は5年生と6年生のクラスで開校した。2006、7年の学年度初めからヤーン通りの学校センターのすぐ隣に移転した。鉄道線路走行用に改造されたオペルレコルト、ハルゼフェルトは、1902年のブーフホルツ、ブレーマーフェルでブレーマーハーフェン線の建設によって、初めて鉄道網と結ばれた。さらに、 1928年にブクステフーデへの路線が建設された。両路線はそれぞれ1968年と69年に旅客営業を廃止した。その後1993年9月26日になってエルベベーザー鉄道交通会社によりブレーマーハーフェンブクステフーデ間だけは定期旅客運行が再開された。車両庫には 1926年はマグ社製の機動車、ニュルンベルク761や、その他の歴史的車両がブクステフデ・ハルゼフェルト、鉄道同好会、EV によって保存されている。中には1953年製のオペルオリンピア、レコルトを線路走行用に改造した車両もある。この車両は、ブクステフデ・ハルゼフェルト間で特別走行された。 スポーツクラブトゥス・ハルゼフェルトには、サッカーや水泳を、はじめ多くの種目がある。2009、10年のシーズンから、トゥス・ハルゼフェルトに U13 から U19 のジュニア組織が設けられた。アイススポーツホールアイススポーツシュターデグン唯一のアイススポーツホールがあることから、ハルゼフェルトは、アイスホッケーをはじめとする、アイスススポーツの中心地となっている。トゥス・ハルゼフェルトの、 アイスホッケーチーム、ハルゼフェルト・ティーガースは、ニーダーザクセンアイススポーツ連盟に加盟している。このアイススポーツホールは2009年夏に改修された。ありがとうございます。